青山学院行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、段落は20、設問形式こういう感じです。特に皆さん内容1問題15問あるんですが、ちょっとさすがにこれを全部やってるとですね、視聴時間がかなり長くなってしまいますので、皆さん見ていただけないので、前半の5題、そして和訳も1問、これをやることによってどういうレベル、もしくはどうやって解けばいいのか、それが理解できるかと思います。です。まず最初の5段落、これを頑張っていきましょう。サミさん第1段落でございます。皆さんこちら注釈ついてますからね。で、皆さん内容1問題こちらでございます。問いの1番がちょっとまだ解けないので、問いの2番から先に考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん第1段落検討していただけるといけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。サミさん、人々が食べ物を見た時にということなんですが、皆さん脳の中ではですね、こういうことを処理すると、つまりどれほど多くの食べ物がそこにあるのか、フィースト、ご馳走、つまりたくさんあるのか、もしくはニブル、これですね、一口サイズなのか、ですからたくさんあるのか少ないのか、それを脳の中で処理するということですから、で、まず選択肢の1番ですが、どれほど多くのカロリーなのかを考えないと。で、皆さんカロリーの話はこの辺りにしっかり書いてますからね。ですから1番 Do not が×ですね。で、皆さん選択肢の2番ですが、味のことだけ考える、これは書いていないですね。そして3番飛ばして4番、どれほど美味しそうに見えるのか、その見た目の話はないですね。あるのは多いのか少ないのか、ですから正解は3番ですよね。サイズ、大きさの話がしっかり書いておりますので、3番正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第2段落でございます。一読して問いの1番よろしくお願いいたします。皆さんこのあたりヒントになってますね。ザ・比較級、ザ・比較級ですから、うにゃうにゃすればするほどますます点点点、つまりお皿の中に食べ物があればあるほどますます食べる傾向があるんですよね。つまりお皿の上に食べ物があればあるほどめちゃめちゃ食べちゃうんですね。ですから選択肢の1番、スーパーサイズの食べ物を見ちゃうと過食を促すことになりかねないと、言ってること合致しますよね。ですから1番がよろしいかと思います。で、選択肢の2番ですが、見た目が少ないとますます食べちゃう、言ってることが反対ですね。で、選択肢の3番、大人は子供の時の食生活、それを失ってしまう、それは書いていないですね。そして選択肢の4番、料理のサイズは子供がどれほど食べるのか、それにほとんど影響を及ぼさない、これも言ってることが逆ですよね。ですからやっぱり1番でよろしかったかと思います。さあ、続いて問いの3番でございます。これも同じ段落の中から選べるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、設問の C のポーションサイズエフェクト、これがこちらに書いてますね。で、それを一途で受けておりますので、読んでみると、どういう種類の食べ物か、これは重要ではないと。そして次の文章も一途でつながっておりますので、その食事をする人が、若かろうが、年を重ねていようが、男性だろうが、女性だろうが、一人で食べていようが、集団で食べていようが、それは重要ではないんですね。さあ、皆さんこれでいけそうですね。で、選択肢の1番は、ある食べ物には当てはまらない、これ皆さん本文中このあたりですね、食べ物の種類は関係ないんですね。で、2番はこの文末のラージアピタイツ、食欲旺盛な人の話は書いていないですね。で、4番、ある年齢は当てはまらない、これ皆さん若者だろうが年を重ねた人であろうが関係ないですよと言っておりますので、4番×ですね。ですからどんな食べ物でも年齢関係なく当てはまるわけですから、3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。問いの4番よろしくお願いいたします。皆さん、設問の指示はこれでございますが、ここに合致しますよね。ですから読んでみると、子どもの時に得た食生活、もしくは食習慣ですね、それが皆さん大人になった時でもまだまだそれがそこにありますよ、つまり食習慣は子供の時から大人になった時まで変わらないということですね。ですから選択肢の1番、これは皆さんこの本文中最後に書いてはいるんですが、この設問の指示の該当箇所と異なりますよね。で、選択肢の2番もこの辺りと言ってることが全く違いますよね。で、3番に関しては子供の脳の話はしてませんね。ですから4番、大人の間でも残りますよ、つまり大人になっても子供の時の食習慣、それが残り続ける、変わらないということですので、4番正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いてこの下線部 A でございます。こちらが和訳箇所になっておりますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、解説はホワイトボードでしますね。
サミさん、お早く行ってみたいと思います。サミさん、該当箇所と模範解答、表示しておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、S とか V とかはもうすでに書いているんですが、大切なのは訳す順番ですよね。で、おそらく皆さん、主語を最初に訳すかと思いますが、こう皆さん、こう全体像をご覧いただけると、ここにも主語が出ておりますので、まずは文末に一番近いところの主語、これを最初に和訳すると綺麗に決まりますからね。主語さん、動詞はなるべく後回し。ですが、とにかく文末に近いところ。ここから皆さん、右側から左側ですね。こういう感じです。で、皆さん、こういう感じで訳し上げてっていただけますと、綺麗な日本語になりますからね。ですから、M のところを先に、こういう感じですね。で、動詞をなるべく後回し。これで皆さん、文末いけましたので、あとは文頭に遡っていくだけですからね。ですから、この4番目の後は、この真ん中あたりですね。で、皆さん、M のところはなるべく早く。その後に動詞。ですから、5番目、6番目の順番ですね。で、皆さん、この真ん中のあたりが和訳し終わったら、文頭へ近づけますからね。で、皆さん、最後はこのオレンジのところですが、なるべく主語を先に和訳、そして動詞をなるべく後回し。こういう感じでやっていただけると綺麗に決まりますからね。ですから、訳す順番は大体こんな感じになるかと思います。ですから、子供が食べ物の大盛り、もしくは食べ物の量が多い様子ですよね。それを見たときに、脳の中で何が起きるのか。それを彼女と彼女の同僚は見つけ出したかった。という感じで綺麗に決まりますね。ですから、下に皆さん模範解答を書いておりますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。さあ、第4段落と第5段落でございます。一読をお願いいたします。サミさん、問いの5番考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず1番ですが、アプリシエーションの話はここには書いているんですが、本文否定されてますからね。ですから1番×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、2番ですが、パーバイトの話は書いていないですね。そして3番もカラーに関する記述がないですね。ですから4番が正解ですよね。皆さん、このあたりと合致するかと思いますので、問題ないかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、青山学院、特に内容1問題頑張っていただきましたが、普段の練習の場として、青学の文系学部、そして G マーチ、まあ、学習院とか明治ですよね。そちらの過去問演習、このあたりでも練習していただけると、試験当日かなり余裕を持ってさばけると思います。ですから普段練習しているレベルですね、上に行けば行くほど試験当日は上から見下ろせますので、英語が得点源になれば合格にかなり近づきますからね。ですので、そのあたりも参考なさっていただけると嬉しいかと思います。ということで、今日も頑張りましょう。